はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員靴沢良二でございます。もこちゃん様、アシュシュ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。JR 東日本がですね、経費節減のために今後10年間で駅の時計を500個撤去すると発表しておりました。まあ今はみんなスマホ持ってっから困らんでしょ。腕時計もあるしね。これで節約した分を運賃に反映させてほしいな。値下げするまではいかなくても、値上げの時期を延期すとか、まあ浮いた分を給料上げてやってもいいですよ。職員さん、の給料ね、上げてやってもいいです。その人は、金使うようになりますから、他の人の収入にもなりますしね。配当に回してもいいです。株主に対して配当を増やしてもいいです。北朝鮮と違って、誰でも株買えるんだから、禁止されてないんだから、それでギャーギャー言う人は、株買うなって言われてるわけじゃないんだから、JR 東日本の株買えばいいじゃんって話でね。まあ、10万円台かな。同様にですね、テレビ新聞の行き過ぎた公務員叩きに萎縮して、仕事の8割を責任逃れに費やす行政は非効率的ですから。まあ、お役所仕事。言いますけれどもね、なんかっち言えばね、テレビ新聞は楽して高級もらいやがって、高い金もらいやがって、なんていうですね、公務員以外の人に嫉妬を起こさせるような報道ばっかして、テレビ新聞はですね、一般人が公務員を憎むように仕向けております。バカな人はこれにまんまと騙されてですね、嫉妬丸出しで叩くんですけど、公務員を。そんなね、羨ましかったら、公務員になればいいんじゃ、よかったんじゃねえの。中国、北朝鮮と違ってですね、頑張れば誰でも公務員挑戦できんだからさ。テレビ、新聞の公務員叩きの目的は、非効率的な行政で、日本の国力を落とすためであります。あとね、優秀な人材が、公務員になろうかな。って言って、公務員に優秀な人材が集まっちゃうと、日本の国力が強くなっちゃって、ダメだから、嫌だから。自治労とか、地方公務員の組合なのに、なんで文句言わねえんだろうね、これね。日教組もさ、公務員叩きも大概にしろよ。俺らのことだから、テレビ新聞に言えばいいのに、放送労連と組んでですね、立憲支持して一緒になってやってっから、ほんとバカみたい。自治労と日教組バカ丸だし、何言ってんの、自分ら叩かれてんの分かんねえの。というわけで、株も自由に買えるし、妬む前にね、公務員にも頑張れば挑戦できるんだから、妬む前にね、テレビ新聞の人間を癒やしくさせる放送、報道に騙されないでください。8月5日の臨時国会で予定していた安倍総理追悼演説なんですけれども、野党その他の反発で、秋の通常国会に延期で最終調整だそうであります。ネットの反応です。本当情けねえな、自民党。岸田じゃ無理ですよね。この調子で何も進まん。これは会見とかスパイ防止法とかのことを言ってんでしょうかね。参院選で大勝利したんじゃなかったの。少数派の意見が尊重されるのは民主主義に反するのでは。自民党のこの腰抜けぶりは大概。どうせ何にでも文句言うんだから、無視すりゃいいのに。無理が通れば道理が引っ込むと。立憲ね、まずどうして国葬になったか、説明すべきだ、ブリブリって言ったらしいですね。馬淵がね。クソったれどもね、個人の追悼も妨害とは全く呆れ果てて、どう育てば、どこをどういじれば、こういう人間のクズどもなんだか、さっぱり理解できないですね。
もうあの浅ましいったらありゃしない。排泄物を片付けもしないで放置するし、テレビ新聞も同類で、まあ許せませんね。もう私テレビ見んのやめますよって思ってないけど、もう15年20年も、へたれる自民にも腹立ちますね、これね。私だったらね、あの国葬と追悼演説は別物なの、個人の追悼を述べることを反対するのが人間のクズって言い返すんだけどな。自民党なんでこれできないの？テレビの評判バーッと気にしやがってさ。安倍総理だったら無視してたでしょうね。追悼を妨害するようなこんな人たちに負けるわけにはいかないとか言ってね。安倍側の連中ね、あのいつまで安倍側やってんだろう。安倍側のですね、自分勝手な自業自得の社会への不満、自分が悪くて自分が無能で貧乏しちゃってるとかモテないとかの不満ね、岸田総理に向いてないな今な。未だに安倍がやっててね、したらね、あの岸田政権への監視がぬるくなる。安倍が言ってから気が散ってね、しっとあのしれっと増税されちまうのにね、テレビ新聞本来だったら権力を監視する役目負ってんのに、未だにテレビ新聞も安倍が言ってから岸田政権の監視おろそかになってますよ。本末転倒、増税されちまうよしれっとね。萩生田光一経産大臣、安倍総理の国際社会と国内の評価の際に違和感で、なんだその、 あのオブラートに包みまくってわけのわかんなくなってる、言葉はゆるっと言ったんですけど、国内での評価がひどすぎんだわ、ぐらい言って、くれたらいいのにな。ネットの話、マスゴミとノイジーマイノリティ、国内では外国人のわめき声が大きいから、国内では、日本では外国人の、まあまあ、 あの日本人になりすましますけどね、わめき声が大きいから、安倍側の本場とそれ以外、異様な報道を鵜呑みにする情弱高齢者、まあ、 あの私の動画ご覧になってるような高齢者さんは状況ですけれども、特にパソコンで見てらっしゃる方は 11% のエリートさんですけれども、山口二郎、安倍は人間じゃねえとか言ってたな、叩き切ってやるのって、大口叩いてたっけな山口二郎な、気持ち悪い蛇みたいなトカゲ人間みたいな顔してね、安倍側論法、掲示板見てますと外国に金ばらまいたから外国の評価が高いんだみたいなことを盛んに書いてる安倍が見れますけどね、投稿の2つに1つぐらい、こういうあれで染められてて、本当ね、あの指令が出てるとしか思えない、いつどこでどの国にいくらばらまいたかは本人たちも知らない、言ってるやついねえかったもん、上司からこうかけて言われた通りにやってんでしょうけどね。あと自発的に書いてるにしても、バカがどっかで聞いた情報をまるで自分の頭で考えたかのように誤解して、得意げになってドヤ顔して書き込んでんでしょうけど、安倍側が自治体にね脅迫メール出しまくってまで国葬をさせたくない理由っていうのが、各国からの弔辞が発表され今まで報道しないことで隠蔽していた安倍総理の功績がバレてしまうから、自分らがどんだけ実像をねじ曲げて報道していったかバレてしまうから、各国の要人が大集合してやらせたの中国じゃねえ、ひそひそ話されたりですね、対中国で連携しないと危険って外交の根回し話が始まってですね、大包囲網が作られてしまう恐れがあるから、なのでですね、あの国葬をあがめろとか上めろとか安倍政治とか外国人丸出しの動員かけてまで反対運動してやがると、まあ中国の意向でやってんでしょうね、あれね、国会前とか官邸前とかでね、外国人の政治活動は本来禁止なんだが面倒くさいのと事なかれで、何十年も放置してた自民党のせいでもありますね。なんつうのかな、あの無作為っていうのかな、これダメだよねっていうの分かってても誰も手つけねえ、
憲法9条なんかもそうですよね。スパイ防止法だって昭和の頃一回挫折してんですよ。野党がギャー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 言ってでね、あの延期切れ、任期切れ国会の期間内に出せなくて一回挫折してんの、スパイ防止法。何十年も再チャレンジしてないしな、スパイ防止法ない国ないよ。これできたらマスゴミもかなりおとなしくなりそうですけど、まあおとなしくなるつってもですね、改心したり行儀良くなったりするわけじゃなくて、普通の国の普通の報道に近づくだけで褒められたもんじゃないですけどね。少なくともバカ左翼が仕切る三モニと朝まで生放送はなくなるでしょうね、多分ね。テレビ、コロナ感染者数激増、正確には検査結果が陽性だったはずっていう意味なんですけど、まあテレビはわざとミスリードしてますよね、感染者数と。本来ですね、検査で陽性出ても感染してるな判断してるのは判断できんのは医者だけって話なんですけど、で診断書書くでしょ。都内で急増した仮設検査所で無料検査を受けると天岐阜500円分やクオカード1000円分がもらえる。珍しくテレビが報道していました。9回検査した3日ごとに検査できる検査所は東京都から検査キット代と、まあ、つまり実費と、1件につき3000円の手数料もらえんだって。なもんで検査を受ける人の奪い合いになってる。もともとね、70% 程度の正確さしかないキットなんで、何回も検査すればいずれ偽陽性反応が出ますよね。これが陽性数激増の原因、理由、からくりですね。ネットの話です。半年ぐらい前から駅前で仮設テント張って無料検査しませんかって呼び込みしてたけど、やっと謎が解けた。陽性とか言われたら隔離だろ。コロナじゃないウイルスで陽性判定が出ればカウントされる。まあただの風邪でもね、インフルでも陽性出るそうです。何度も行けば偽陽性出るまで打ち続けられるな。あ、これ打ち続けるじゃなくてやり続けられるな。検査、東京都から1件3000円もらえるので、できるだけ検査したい、バカみたい。まあこれ検査所のあれなんでしょうけど、無料検査は3回接種者は対象外。ワクチン3回打った人は無料じゃありません。3回接種者だけ陽性率が下がるからくりがこれと。つまりですね、他のね、感染者数激増つってんのは無料検査で増やしてんだ。7割ぐらいしかねえのにね。新宿区で見ました。あ、何回か仮設テントの無料検査所何回か見たことあります。豊島区では見たことありません、まだ。実費以外で3000円の手数料もらえるんだったら500円の商品券ぐらいおまけでつけるわな。政府第7波とか言ってるけど、まあ、これが原因でしょうね。前はね、発熱38度以上で検査、38度以上の熱があったらかかりつけの病院が保健所に連絡して、でその医師と保健所が相談して検査するかしないか決めてたのに、いつの間にかね、ハードル下がっちゃいましたね。条件が無条件になっちゃいましたね。元気でピンピンしてる人が3日ごとに検査するって、いつの間にそんな無条件になっちゃったの。正確さが7割しかない検査キットで偽陽性増やしてんですね。水道水で陽性反応出るってツイッターにありましたけどね、真偽不明ですけど。無料検査所に行ける元気な人は検査いらないっしょ。バカなんすかこれ。こんなバカなこと言ってんの東京都だけなのか、全国でこういうことやってんだかちょっと不明なんですけど、報道は東京都では3000円払うっていう話でしたけど、500円の商品券目当てに
電車に乗って出かけるのバカみたいなんで、やっぱあの通勤や通学の途中、3日おきにやるみたいな、そういう人らなんでしょうね。そういう趣味の人いますよね。まあいくらお金かかっても1円でも安いと買ったって思える人いるんですよ、世の中には。実の母親がそういう人でした。損得わかんねえんだな。10円安いティッシュの特売でお一人様3個までとか言うもんだから、車でね、一回帰ってきてまた出かけちゃって、3個ずつ買ってくるみたいなことって、ガソリン代かかんのにバカみたいで、私呆れておりました。実の母親、もう完全な理系脳の私には理解できませんでした。何それって、儲かったとしてもあれじゃんって、3個で30円儲かって、ガソリン代かけてそこまで行って、それに時給的にはどうなの。もう中学生の頃でしたけど理解できませんでした、全く。こういうのを非合理的な行動って言うんだろうな。なのでね、趣味としか思えません。この500円の天岐阜に群がる人もまあまあそうなんでしょうね。高校生なぐらいだったら500円は大きいかもしれないですけど、まあまあそういうのが趣味な人もいると。バカみたいでしょ。1円でもどんなね、苦労してもどんな遠くに足運んでも1円でも安いと買ったっていうメンタルの人いるんですよ。というわけで、どういうわけなの、メール党員さんと地方議員候補大募集であります。動画説明欄のもっと見るをご覧ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。